本日は急変対応についてご紹介します。急変とは患者さんの状態が急に変わること。命に関わるので迅速に対応しないといけません。そのため急変の現場ではスタッフが瞬時に自分の役割を判断して迅速に行動する必要があります。しかし最初はですね、特に新人看護師さんは慌ててしまったり、どうすればいいか分からず結局何もできなかったということもあると思います。ということで今日は急変時に落ち着いて対応できるように大切なポイントを5つご紹介します。まず1つ目、急変の兆候を見逃さない。急変はですね、誰にでも起こりうる可能性はあります。医療ドラマでは患者さんがうーというシーンから始まってスタッフがどんどん集まってというところは見たことがある方が多いのではないでしょうか。実際はいろんな場面があります。例えばナースステーションにいる時に心電図モニターのアラームが鳴って、あの危険な不整脈が出たりとか、あと患者さんのお部屋に行った時に患者さんが声掛けに反応しない、いつもと状況が違うという時もあります。大切なのは何かおかしいなと思った時にその変化に気づけることですね。急変の 60-70% はですね、急変が起こる 6-8時間前にはその前兆があると言われています。ではおかしいなと思った時にまず何をするかお話ししますね。大切なポイント2つ目はですね、即時に患者さんを評価し応援を呼ぶということです。急変が起きた時はもう時間との勝負なので、患者さんの評価をしながら同時に応援も呼びます。周りにスタッフがいる場合は大きな声で応援を呼び、個室など周りに人がいない時はナースコールをすぐに押します。急変だと伝えるとですね、スタッフは複数人でやってきてくれます。その間に発見した人、応援を呼んだ人は必ず患者さんのそばを離れないこと、これが大事です。急変の時は患者さんの状態の変化を見逃せないので目を離さないことがすごく大切になります。そして患者さんに反応がない場合、呼吸をしてない場合、脈が触れない場合はですね、胸骨圧迫の開始です。心停止に陥った後、除細動が1分遅れるごとに救命率は 7-10% 下がるという報告があるので、迅速な行動が大切になってきます。緊急な時に脈拍を確認する場所は総頸動脈と大腿動脈です。血圧が60以上あれば頸動脈を触知することができますし、70以上あれば大腿動脈を触知できます。ということで大事なことは意識レベルの確認、呼吸状態の確認、また脈拍の確認となりますね。で、同時に応援も呼びます。大切なポイント3つ目は急変時の役割分担を理解することです。ここが私最初難しかったんですよ。駆けつけたはいいものの何をすればいいかわからなかったんです。ということで具体的な急変時の役割についてご紹介しますね。まずは胸骨圧迫をする人。胸骨圧迫はですね、深さやリズム、また絶え間なくやることが大事になるので、疲れてしまうと深さが浅くなってしまう可能性があるので交代で行います。次に気道確保、バックバルブマスク換気、あと気管挿管などを行います。気管挿管となった場合、挿管は医師にしかできないので医師のサポートにつきますね。他には点滴のルートの確保と、あと薬の投与をする人。患者さんの点滴のルートがない場合はですね、真っ先に患者さんのルートを確保して先生から指示された薬を投与します。急変の時に使う大切な点滴や薬はですね、救急カットに入っているので、救急カットの中身もチェックが必要ですね。そして記録、処置や薬の投与、また患者さんの変化などをこまめに記録していきます。ご家族に連絡するという役割の方もいます。また駆けつける時に準備するものは救急カーと除細動の準備、あとベッドサイドモニターなどですね。駆けつけた時にじゃあ何するという形でこうみんなで相談している暇はないので、優先度が高いところからどんどんみんな取り組んでいきますね。大切なポイント4つ目は救急カートの中身を把握しておくことです。どこに何があるかわからないと焦ります。時間に余裕がある時に救急カートの中身を確認しておくことをお勧めします。
病院ごとにその救急カートの中身の配置というのは異なると思うんですが、中身は基本的に薬剤、あとシリンジや針、あと輸液ルートや気道確保に必要な物品、喉頭鏡とかですね、そういうのが入っています。特に薬剤はどういう時に使用するのかというところも押さえておくと、急変の時にスムーズに動けるようになります。ボスミンやノルアドレナリン、あとキシロカインとか硫酸アトロピンあたりですかね、知っておくことで、あ、先生きっとこれ次指示するだろうなっていうのをあらかじめ予測して、前もって準備のできたりしますね。私はよく使うノートに何が入っているのか、またそれは何に使うのかというのをまとめて常に持っていました。最後ですね、大切なポイント5つ目はですね、経験を重ねること、またカルテで振り返りをすることが大切ですね。急変の勉強をしっかりとこう頭に入れつつも、やはり最初は慣れないとどう動いたらいいんだろうって、なかなかこう体を動かすとなると難しかったりするんですね。私はその空気感に慣れることも大事なのかなって思います。そして少しずつ慣れることで落ち着いて全体を見渡せるようになると思います。そうすると今いるスタッフは何をやっているのか、自分はどの役割をすればいいのかということが冷静に考えられるようになります。また通常の業務ですと、初めてのことやわからないことはこう先輩がそばについてくれるんですが、急変の時は毎回先輩がついてくれるというのもなかなか難しいので、おすすめなのは終わった後にカルテを見てその時の流れを復習することですね。急変時の記録は細かく書いてあるので全体の流れをつかみやすいです。そこで自分が勉強したことと照らし合わせたり、またなんでこの時にこういうことやったんだろうと分かんないところがあれば、先生だったりあと先輩に質問することで自分の知識を深めることができます。そういう一つ一つの積み重ねが次につながっていきます。私もですね、本当に最初は緊張していたんですが、たくさん経験を重ねて、あとカルテで確認をしたことで全体のイメージがより鮮明にできるようになったので、それからはもうどんどん動けるようになりました。皆さんいかがでしたか？本日は急変の対応について大切なポイントを5つお送りしました。今日はですね、ざっくりと概要になったので、もしそれぞれ細かいところなど気になることがあったら、ぜひコメント欄で教えてくださいね。また今日の動画の感想もお待ちしておりますよ。それでは今日の動画は以上となります。この動画が役に立ったと思ってくれた方は、ぜひグッドボタンとチャンネル登録お願いします。またですね、勉強に役立つ動画を考えているので、皆さんも見たい動画があったらぜひ教えてくださいね。それでは皆さん、また次の動画でお会いしましょう。